はい。アルファアドバイザーズの友牧です。えー、本日は楽して稼ぎたい。えー、こう思ってらっしゃる方も多いと思いますけども、えー、その解決方法はこれだよということでお話をさせていただきたいと思います。えー、頑張ってるんだけども、給料が割に合ってないよねって感じてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。ただですね、やっぱり能力があってば、あるいは頑張っていれば、いつか収入が上がるんだというふうに信じて頑張ってらっしゃる方も多いと思いますけども、必ずしもそうではないかもしれませんよと。 であるいは今のままですね、この業界、この会社にとどまっていては、将来危ういんじゃないですかということも考えておくべきだと思いますので、えぜひですね、キャリアに悩んでいらっしゃる方、なんとか年収を上げていきたいと思ってらっしゃる方、えー、あるいはですね、楽しく稼ぎたい、あるいは給料が自分の努力に見合う形で報酬を得たいという方はですね、ぜひ本日の動画をご覧になっていただきたいなというふうに思います。 でアルファでは無料相談をいつでも受けたまっております、えー。Google で検索していただいて、ホームページの方からですね、真ん中の今すぐ無料相談、こちらの方からクリックしていただくか、あるいはこちらの公式 LINE で,ですねお友達になっていただくことでも可能ですので、ぜひですね、えー、おごきがあるにご相談ください、えー。私、玉巻と申しまして、地方国立大学の出身で、えー、メガバンクに15年勤務した後、スタンフォードの方に留学をいたしました。えー、退職の上で留学をいたしました。 でスタンフォード以外にもですね、コロンビアとか USCI 部ア,アに合格をしております。で、留学中に外資コンサルとかですね、インフラ投資会社の内定をいただきましたが、えー、今はですね、アドバイザーをさせていただきながら、えー、アメリカの西海岸で企業を準備しております。で、まず皆さんにお伺いしたいんですけども、えこんなことを感じたことはございませんでしょうかということで、えー、多くの方がもしかしたら感じてらっしゃることを列挙してみました。で一つは、 なぜこんなに一生懸命頑張って働いているのに、いつまでも給料が安いのかということですね。えー、皆さん結構一生懸命頑張ってらっしゃると思います。えー、それぞれのお仕事ですね、それぞれの会社の中で与えら、ー、れた役割をしっかり全うしてですね頑張ってらっしゃるという方もたくさんいらっしゃると思いますし、中にはですね、まあ、難しい職場環境の中で、その中で精一杯頑張ってるよという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。なのに、その割にですね、大変な割になかなか給料が もらえでなん,となんとかですね偉くなって給料が上がっていくっていうことももちろん狙っていくし考えていきたいんだけれどもどうも上司とか先輩を見ているとですねまあ確かに給料は自分の今の自分よりもいいかもしれないんだけどもその割にはですね大変そうだよねとかしんどそうだよねプレッシャーかかるよね でなので、なかなかえー、偉くなりたいなって思えないんだよねって思ってらっしゃる方もいら,いらっしゃると思いますし、あるいはちょっとなかなか時間がかかりすぎるので、ね、偉くなるのにも、ものすごく社内政治も一生懸命頑張らないといけないし、社内政治を何年も頑張った上で、ようやくう一定の確率の中で上がれると、偉くなれるという世界の中で、結構時間がかかるし、ちょっと確率の悪い世界だよねって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。 じゃあ、給料のいいところってどこかなと思ったら、やっぱり外資系だよねと思うんだけれども、本当に自分でやっていけるのかなとか、自分がいけるんだろうかって不安になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、まあ、どうしようかな、どうしようかなと思いつつも、なんとなくえー今のままでとりあえずはえ頑張ってみようかなって思って、ずっと頑張ってらっしゃるっていう方も多いんじゃないかなって思うんですね。で、こういう方にえーですね、ぜひ考えていただきたいのが、じゃあ、なぜ今、 一生懸命頑張っているのに給料が上がらないんだろうか。まあ、その原因ですよね。で、あるいは仕事と、まあ、その努力と報酬が見合ってないのはなでだろうかえ。これを考えていただきたいなっていうふうに思うんですね。で、えっと、まず一つ目の原因として考えられるのが、こうじゃないかなと思うんですね。えー、稼げない理由の人のうち、トレンドを外していませんかということですねで。トレンドって言ったときには、例えば国もそうですし、市場とかですね、あなたの会社が属していらっしゃる就業。 あるいは今の仕事が属している業界とかですね、えー、その企業自体ですね、その業界の中でもどういう企業に勤めているのかで。それがですね、やっぱり小規模になってくると、どうしてもですね、まあ、市場のパイが小さければ、えー、その会社が得られる果実も少なくなってきて、その果実をみんなで、まあ、社員で、まあ、分配するので、一人の一人の果実も小さくなってしまうのは、まあ仕方のない世界なので、やはり市場自体がどうなのか、えー、国自体がどうなのか。 業界自体がどういう規模なのかっていうのは非常に大事ですし、あるいは伸びているのかっていうことも極めて重要ですよね。で、大きな市場で鈍化している市場であれば、競争は激しいんだけれども、なかなか伸びていかないということで、まあ、自利品の勝負になってしまって、どんどん会社自体も苦しくなっていく、でそこの社員、働いている社員も苦しくなっていくっていうのは、まあ仕方のない世界になってくると思うので、まず一つ考えていただきたいのは、難しい勝負の中で戦っていませんかっていうことですね。 でやはりこの難しい世界の中で戦っていても、やはり努力が報われるということは、可能性としては相対的にやっぱり小さくなってしまいますので、トレンドを外さない、今伸びている市場、まあ、大きい市場に行くということは、非常に重要かなと思います。例えば、えっと、私もです、ね、銀銀行行で働いていてて、えっと、の給料がありましたと それと全く同じ仕事であったとしても、それを海外で、例えばニューヨークでやったとしましょう。まあ、そしたら、もしかしたら給料3倍ぐらいになってたかもしれませんねで。そういうことって往々にしてあるんですね。で、例えばこれはメジャーリーグでもそうですよね、大谷選手、大活躍していて、まあ、当然、大リーグに行ってからもっと成長したっていう部分はたくさんありますけども、例えば日本と同じような活躍、あるいは大リーグって今、活躍しているぐらいの活躍をですね日本でやっていたとしたら、給料ってどれぐらいになってるんでしょうね。 え本当に何分の1かっていう世界になってるんじゃないかなって思うんですよね。で、それはやっぱり国が違えば、市場が違えば、えー、そういうことが起こりますし、でまあ、例えば、えー、同じスポーツの中でも、えー、伸,び伸びているスポーツ、えー、伸びないスポーツ、あるいは人口、プレイヤーの人口が多いとか、人気があるスポーツ、人気がないスポーツってあったりすると思うんですよね。えー、やっぱりそういう、うこれから伸びていくとかですね、えー、まあ大きく成長していく市場っていうのを捉えていくっていうのは重要かなというふうに思います。 でその中にいると、やはり、まあ、市場が自然と伸びているので、まあ、企業も自然と伸びやすいですしで、そうすると、その中で働いている社員にも果実が行き渡りやすいという形になるので、このトレンドに属しているということは極めて重要ですね。でトレンドの例でいくと、まあ、海外の現地企業ですよね、まあ、こういったことも非常に重要だと思いますし、グローバル企業に入っていれば、やっぱりグローバルな市場で成長している会社ということになりますので、えーまあ、チャンスは大きいと思います。 であるいは日本でもプライベートエクイティとかベンチャーキャピタル、アセットマネジメントとかヘッジファンドということは、まあ、金融系ですね、非常に伸びてますし、これからも伸びていくでしょう。であるいは AI をはじめとした IT 企業。まあ、ガーファームとかはですね、えっとまあ、レイオフとかのニュースが出てますけども、長期的に見たらやっぱり伸びていく市場ですよね。であるいはコンサルもですね、日本の大企業を含めてですね、中小企業もですね、なかなか あの業績がび悩んでいるという会社が多い中で、コンサルの需要というのも高まっていて、えっと、人数も増えて、採用人数も増えてきているという状況にありますので、やっぱりこれも注目の業界かなと思いますし、まあ、商社も最近、業績、また戻ってきてますよね、良くなってきてますよね。で商社もやっぱりです、ね、いろんな多方面で展開をしていて、グローバルに展開してますので、やっぱり伸びる市場とか伸びる業界、彼らはそれを狙って、会社としてやってますので。 そこに属していくということも極めて重要な戦略になってくるかなと思います。であるいは、まあ、市場独占力のあるスタートアップとかですね。まあ、自分で、えー、このトレンドを捉えて起業していきたいんだ。あるいは新しい市場を作っていくんだという方もいらっしゃると思います。でなので、まあ、このトレンドを外さないというのがまず大きな一つの、えー、インパクトとしてあって、まあ、このトレンドから外れた企業ですね。その中でいくら頑張っていてもなかなか報われないというのは。 まあもしかしたら仕方のない勝負の中で、えー、なかなか報われにくい中で勝負してしまっているということなので、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。で、原因はそれだけじゃないのかなというふうに思っています。で、その2つ目がですね、専門性を持っていますかということですね。で、例えば稼げない。 あるいは稼ぎにくいような、あるいは伸びにくいような、伸びていないような業界にあったとしても、その中で専門性を身につけて、存在感を示すことができれば、やっぱり、けな人材になるということですね、稀有な人材になれれば、えー、収入をアップするということはできると思いますで。さらにそこが稼げる市場で自分が差別化要因を持ってです、ね、専門性を持ってますよというふうにアピールすることができれば、非常にです、ね、給料が伸びていくということになると思います。 で専門性を高めれば高めるほど仕事は楽になっていく、まあ、楽になっていくという表現は適切ではないと思いますけども、えー、専門性を高めていくとどういうことが起こるかというと、やはり知識とか経験とか情報とかが自然に集まるようになるわけですね。まあ、あなたはこういう専門性を持っていて、プロフェッショナルなので、ぜひこの仕事を任せたいとか、ですねお客さんからもぜひあなたにお願いしたいんだというリクエストが届くようになるわけですね。まあ、そうなってくると、自分にどんどん知識が集まってくるし、 まあクライアントのリクエストがあるので、どんどん経験が高まっていく。で、どんどん情報が集まっていって、さらに専門性が高まるという状況が生まれてくると思うんですね。なので、楽になっていくということではないですけども、えー、どんどんですねあの好循環が生まれて、自然とですね情報、知識、経験が集まって、さらに自分のレベルがアップしていくという状況が生まれていくということですね。でさらに、ああ例えばですね、まあ、先ほど挙げたような業界ですね、まあ、これらはいわゆる一般的にはですね、まあ、専門性の高い。 自動的に専門性の高い、えー、仕事が求められる業界でもありますけれども、まあ、その中でたあの自分が磨かれていくことでいつの間にかです、ね、その彼らが求めるスタンダードとかです、ねえー、グローバルスタンダードこれに自分が、えーまあ、基準がいくってことですね。 これが自分のスタンダードになっていくっていう形になるので、まあ、一旦そのスタンダードになってしまえば、まあ、今もしかしたらここのスタンダードで働いてらっしゃるから見たら、ものすごくしんどそうに見えることかもしれませんけども、一回そのスタンダードが当然になってくると、別にそれが普通になってくるので、まあ、慣れてくるってうんですかね。えー、っていうことなので、えー、そのしんどさっていうのがまあ自然になっていくということになってくると思いますで。さらに自分がその中で専門性をどんどん発揮して優位性が上がれば、どんどんスタンダードが高くなっていくので、自分が何かすごく は、えー、から見たらものすごいしんどそうに見えたとしても、ですね、えー、自分としてはそんなに大変じゃないよ、えー、これはこれぐらいやるのは当たり前だよという形っていうのが出てきてくるんじゃないかなと思うんですね。じゃあ、今求められている専門性って何だろうということなんですけれども、まあ、一つはやっぱりグローバルですよね。まあ、日本の中でまあ英語が堪能にしゃべれるとかですね、あるいはグローバル経験がありますよ、えー、海外の人材とこう交渉を渡り合って、こういう実績を上げたことがありますよとかですね。 えいうことができれば、それだけで稀有な人材になれると思いますし、やはりマネジメント人材っていうのは非常に少ないです。で、日本の企業であれば、15年、20年、25年働いてですね、ようやくマネジメント層に上がってで、マネジメント層にもレイヤーがあってですね、なかなか自分で意思決定を下していくようなレイヤーに上がるまでっていうのが、ものすごく時間がかかるケースが多いです。でしかも、まあ社内成人も含めてですね、 ええー、まあ同期入社したらですね、まあ例えば、まあ10人とか、まあ20人、あるいは規模によっては100人を超すような会社もあるでしょう。まあそういった同期の中でですね、えー、本当に上がっていくのは、まあ本当片手に数えるぐらいの人間しか、まあマネジメント上がっていかないわけなので、まあ本当に熾烈な争いがあるわけですね。なので確率も低い。でしかもやっと、えー、マネジメントになったと思ったら、やっぱり数年で、 違う職に行くとか、ですね、えー、と次の世代にバトンタッチするという形になってくるので、なかなかですねこの日本の企業の中で経営人材が育っていく土壌にはないので、まあ、そういう仕組みにはなっていないので、やっぱり業界全体、日本全体とです、ね、このマネジメント人材というのが不足しているという状況になりますので、このマネジメントを身につけていただくというのは非常に極めて重要な専門性になってくるかなという,ふうに思いますで。昨今ではさらにですねここにやっぱり金融とか IT っていうのを求めてくる。 これがあることによって、さらに自分のレアリティが高まっていくということになっていますので、こういったことを自分で身につけていくということは、極めて重要です。その方法として、例えばグローバルと経営であれば、MBA に行くことで同時に身につけて、そういった業界に入っていくことができますし、 例えば、USCPA を金融として学んでいくとかですね、まあ、IT もビジネスアナレティクスを学ぶとかですね、まあ、そういった資格っていうのをですねうまく活用して専門性があることを自分で疎、え、明、ー、していくというですね、えー、外に対してアピールしていくということが極めて重要になってくるかなというふうに思います。で、えっとまあ、1つ目、トレンド。で2つ目がまあ専門性なんですけども、まあ、3つ目の観点も忘れてはいけないかなというか、まあ、これが非常に重要なんじゃないかな。まあ、そもそもですね。 ととというのが、えっと、目標かか適正に合致していますかっていうことですこ、ね、でね結構あのこういう相談多いんですよね。あの外資のんコンサルに行きたいんだけども自分でも行けますでしょうかとかですね。えー、例えば商社に行きたいんだけれども、えー、行けますかとか。 でよくよく聞いてみると、じゃあ、商社の中で何をしたいんですかっていうのが答えられなかったりとか、いや、外資コンサル行きたいっていうんですけども、外資コンサル行ってどういうことを実現したいんですか、なぜですかって聞いたときに、まあ、やっぱり給料がいいかなとかですね、なんとなくかっこいいかなとか、憧れがあるっていう、まあ、そういうところでですね、とどまってしまっていらっしゃる方が多くてですね、本当に自分が合っているのかとかですね、自分のやりたいことの延長線上にその仕事があるのかっていうことをあんまり考えないまんま。 えそういう転職活動とか就職活動してしまう。まあ、MBA も同じだと思います。なんとなく海外にずっと憧れがある。海外に住んでみたい。えー、留学を経験してみたい。まあ、その憧れ自体は全く問題ないし、素晴らしい動機だと思いますけども、まあ、それだけではですね、やはりじゃあ MBA ってどうするのということですよね。 MBA の目的はあくまでも何かの目的を達するための手段であるべきだと思うので、えー、そこがゴールになってしまうと、やはりです、ね、見,見誤ってしまうというかです、ねえー、その後が続かなくなってしまう。せっかく MBA 行ったんだけども、思ったような就職ができなかったという方も、えー、いらっしゃるので、えー、そういうことにならないことが重要かなと思ってまして、でそのためにはやっぱり、えー、っと自分に合った仕事とか、目標につながる仕事とか、自分のやりたくない仕事、これを避けていくということですね、自分のやりたい仕事をやっていく。 えこれが非常に重要かなというふうに思いますで。もしそれ外しちゃうと、せっかくです、ね、外資系に入れたとしても、まあ、なんとか、えー、うまくです、ね、入れたとしても、どんなに給料が高くても、どんなにコスパが良くても、やっぱりしんどくなっちゃいますよね。でそうはなっていただきたくないんですね。あのー、なので、結構いろいろアルファの動画で年収2000万目指せますよとか、年収3000万、こうやったらいけますよっていう話をさせていただいてますけども、あくまでもそれは結果だというふうに捉えていただきたくて。で あの自分の適性とか目標とかやりたいことやりがい、使命感、こういったところを出発点に考えていくで、そこを出発点にして、その中で自分が目指すべき業界とかトレンドを捉える、えー、その中でどうやって専門性を高めて市場価値を高めていくかということを考えていく、これがキャリア戦略だと思うんですね。 でこのやりたいこととか自分の目標とかですね、こういったことをなしにしたキャリア戦略とかですね、えー、っていうのは、まあ、本末転倒なのかなっていうふうに我々はふうに考えておりますので、ぜひここを逃さない。ここがむしろ極めて重要で、ここを出発点にしていただきたいっていうふうに思ってます。で、これがアルファのアプローチになってます。で、これが楽しく稼げる方程式というふうに書いてますけども、まあ、楽して稼げるっていうのは、えっと、楽っていう基準がですね、えー、どなたによって、 かまあ、人によって変わってくるので、まあ、相対的だと思うんですけども、まあ、楽しくこれは主観的なところで楽しく、えー、働いていくっていうことが、えー、目指すべきところなのかなと、えー、楽しくって言ってもですね当然あの四六時中楽しいわけではないですし、まあ、大変なことも、えー、経験しながらもですね、えー、ただ、えー、自分の情熱あるものとかですね自分の適性に合ったこととかですね、えー、自分の目指すべき目標に、えー、たどり着けるような 仕事だとか、あるいは自分の使命感を持っている仕事、これがあればですね、大変なことも乗り越えていけると思いますし、頑張っていけると。で、旗から見たら、ものすごくしんどかったとしても、本人は辛くないというかですね、本人は頑張れるという状況があるんだと思います。で、えっとで、その中でトレンドを逃さない。自分に合った自分の目指すべき方向の中でトレンドを重ね合わせ,重ね合わせていくで。さらに専門性を磨けるような方向性を見出していく。 これがキャリア戦略であり、これが皆さんの目指していただきたいという姿になっております。でこうすればです、ね、本人はしんどくない。周りから見たら、もしかしたら大変だなとか、プレッシャーかかる仕事してるよねと思うかもしれないけども、本人はそれが望んでやっている状況で。さらに伸びる市場で戦っているので、どんどん業績も上がるし、個人の成績も上がっていく。でえー、好きでやっているのでいいので、どんどん勉強するので、どんどん専門性も高まっていく。 まあそうすると、どんどん年収が上がっていくっていう,こう、こういう好循環ですね、好循環が生まれるとえ、これがだから見たら楽して稼げているように見えるし、楽しく稼げているように見えるという状況になってくるというふうに思います。なので、この方程式ですね、ぜひ、えー、皆さん考えていただきたいんですね。で、アルファの事例を紹介させていただきますけども、まあ、アルファではこういうですね、まず1番を捉えていく。 ご相談させていただいて、まあ、その中で2番、3番を目指すようなステップってどういうことかなっていうふうなキャリア戦略を考えていくんですけども、まあ、その結果ですね、銀行とか商社とかメーカーとかベンチャー、まあ、こういった企業の方々からですね、海外の MBA に行ったりとか、大学院に留学して、えー、その先ですね、まあ、転職っていうケースもありますけども、えー、外資の金融に行ったり、外資コンサルに行ったり、ガーファムに行って、えー、あるいは商社に転職されてですね、活躍してらっしゃる方っていうのがたくさんいらっしゃいます。 で活躍してるっていうのがポイントかなと思ってまして、ただ単に入っていただくっていうのが、我々の目標としてる、目標としてることではなくて、皆さんがそこに入っていただいて、目指すところに入っていただいて、さらに活躍して、自分の可能性をどんどん広げていただくっていうことを、ぜひしていただきたいなっていうふうに思うんですね。で、やっぱり活躍のポイントは、えー、明確な長期ゴールの設定ができているということと、 徹底した業界企業分析ですね。で、本当にこれが自分の目指すところに合致しているのかということですね。そこをしっかりと自分の中で腹落ちしていただいている。だからこそ入った後も一生懸命頑張れるということですね。どんな逆境があっても、自分がこれは望む世界なんだということが自分で腑に落ちているので、やっぱり頑張る力っていうのが出てきますよね。あと戦略的アプローチですね。例えば先ほども申し上げましたけども、MBA 取ったらいいんだ。MBA 取ったら2000万、3000万になるんだっていうことでは決してないです。 MBA 行ったんだけども、なかなかそのキャリアがつ、その後のキャリアが思ったような展開ができないという方もたくさんいらっしゃるので、えー、この戦略的に捉えていくということも重要ですね。まあ、USCPA、しっかりです。USCPA US を取ったら、えー、年収が上がるんですかというと、それだけの単純な話ではないので、でしかもまあ自分が望んでもない方向で USCPA を取ったってですね、まあ、それはやっぱりキャリアの目標とずれてしまっていますので。 やっぱりこの辺をアラインしていくってことですね。1,2,3をしっかりと自分で軸を持ってですね、一本筋を通して設定していくっていうことが極めて重要です。で、あの、最後にメッセージですね。これは、 学歴、能力があれば、頑張っていれば年収が上がるっていうのは間違いですよっていうことをまずですね、えー、自分の中で腹打ちしていただきたいなっていうふうに思います。やっぱりどうしてもトレンドが外していればですね、どんなに頑張っても厳しい戦いになりますし、専門性が身につけていないと、どんなに頑張っても給料はやっぱり上がっていきません。で、3番目ですね、自分の目標に合っていなければ、どんなに頑張ろうと思ってもしんどくなってきます。なので、 今、これをチェックしてください。今の会社、仕事でですね、1、将来の目標につながりますかということですね。で、2つ目、トレンドに乗っていますかということですね。あとは3番目、専門性が身につきますかと、えー。この3つを考えていただいて、まあ、1つでも脳、NO、があるよということであれば、今すぐキャリアをですね、真剣に考え直していただく必要があるかなというふうに思っていますで。これはやっぱり早ければ早いほどいいです。 で自分もですね、なかなか、えー、この、まあ、日々働いていると、日々の充実感も一定程度ありますし、その中で自分でお客さんに、まあ、しやった仕事がお客さんに喜ばれることもあるので、ですね一定の充実感もあります。ただ、このトラップっていうかです、ね、まあ、この3つの観点を冷静になかなか見ることができずに、なかなか一歩踏み出せずに、MBA に行きたいとずっと思ってたんだけれども、 まあそうですね10年ぐらいかかっちゃいましたからね、考えている期間がありました。今思うと、非常にもったいなか,なもっ,たいなかったなというふうに思いますので、えー、ぜひです、ね、皆さんには早期にです、ね、自分の可能性を広げるという選択肢を取っていただきたいなというふうに、まあ、本当に思っています。でそうなったときに、えっと、実はですねじゃあ、キャリアをどうやって考えていこうか、考えててこうって1、2、3を目指していこうって、えー、達成できるようなところ何かなというふうに自分で考えると思うんですけども、結構落とし穴があるんですね。 1で一つは適性って案外自分では分からないっていうことですね。で、えー、と自分の向いてることとか自分のやりたいことっていうのがですね、なかなかです、ね、ほんあの自分の中から出てこないっていうことケースがよくあります。私自身も自分がやりたいことが、まあ、勤務15年してもですね、なかなか分からなかったっていうのが、えー、自分の悩みだったのでよく分かるんですけども、あの適性ってですね、例えば、えー、自分が知らず知らずのうちにできてしまうことがものすごく才能だったりするっていうことがあったりします。 で例えば、えーとそうですね、数学とか、えーとまあ、そういったものが数字が得意だよという方がです、ねえー、仕事の中でいつの間にかエクセルをです、ね、何時間も叩いていたというようなことがあったりするんじゃないかなと思うんですね。であるいは統計が好きな方で,、えーとなんかですね、いつの間にかマニアックにです、ね、どんどん研究してです、ねえー、やっていた、まあ、仕事を夢中になっていたということがあったりすると思います。でアウトプットもです、ね、実は自分の中では、まあ、そんなに。えーまあ そこそこのクオリティだなって思ってることでも、傍から見たらですね、おそんな短時間でそんなことできるんだっていうふうになったりもするわけですね。なので結構案外適性って自分では気づきにくい。で逆に言うと、自分でこれは自分の強みなんですって思っていたとしても、それって市場から見たらとかですね、企業から見たら、あるいはグローバルスタンダードから見たら、まあ、そこまでですよっていうこともあったりもするので。 結構ですね、適正って自分では分からなかったりするので、第三者の目で見ていただくということが重要かなというふうに思います。で、これはまあ、自分の知っている限られた情報の中からやりたいことを探してしまうというのは、まあ、これはあの脳みその限界というかですね、人間の脳の限界というか、まあ、それは仕方のないことだと思います。何か選んでくださいってなった時に、自分の知っている情報の中からもちろんそれしか選べないわけなんで、えーまあ、これは限界あるわけですね。で、自分でしっかり調べますっていう人もいると思うんですけども、 やっぱり、例えばネットで出てくる情報だけに頼っているとかですね、そうするとですね、まあ、どうしても、えー、本当の情報とかですね、自分の求め、自分が調べるべき、えー、気づくべき情報っていうのが、えー、なかなか、えー、っと得られないっていうこともありますし、まあ、あるいは、えーっと、なかなか自分でそれができないっていう方も多いと思います。業界分析とか企業分析とかやり方がわからないよとか、あるいは自分でやっているつもりなんだけども、えーっとまあ、グローバルスタンダードとかですね、まあ、そういったところから。 見るとととまままだまだ甘かったりりいうことが往々にしてありますでその中で情報のその中で決めてしまうとですねやはりですねえぼんやりした、えー、中で、えー、スイングをするっていうんですかね何かそうですね野球で例えば、えー、ボールが、えー、っと自分のなん、えー、でしょうね、えー、視力がですね、まあ、0.3の中でボールを振って一生懸命打とうとしてもなかなか芯捉えられないですよねなのでこの ボールを捉えていくっていうかです、ね、業界分析とか自分の知ってる情報をです、ね、磨いていくっていうことはこの視力を高めていくっていうことに近いんだと思いますね。で視力が1.0になり1.5になりまああまり高くなってもそれ以上高くなっても意味はないかもしれませんけどもしっかりとボールが見える状態でボールを振っていくっていうことが重要になってくるのでまずその視力を高めていくっていうことをしないとですねできない。でこの視力を高める作業っていうのがなかなか一人でもやりづらい。プロの 情報を持ってですね、やっていただくっていうことが、えー、極めて重要になってくるかなというふうに思います。でもう一つの落とし穴、これも、えー、結構ありがちだと思いますけども、自分の届きそうな範囲の中で目標を設定してしまうということですね。まあ、そうするとですね、結構自分の選択肢がやっぱり限られちゃうんですね。で例えば留学をしたいって言ったときに、自分の GPA がこれだから、自分の今の GMAT のスコアがこれだから、えー、自分の t o f l のスコアがこれだから、そこだったらいけるところだったらここかなっていうような選び方をしてしまうんですね。 そうすると、自分のやりたかったこととか、実現できないのに、そこの m b a に行ってしまうということになってしまったりするので、本末転倒になってしまうわけですね。まあ、転職もそうですよね。自分のこれまでのやってきたことがこれだから、ここだったら合格できるんじゃないか、ここだったら取ってくれるんじゃないか。まあ、そうするとですね、キャリアアップっていうのが難しくて、まあ、横滑りのキャリアチェンジになるか、あるいはキャリアダウンっていう形にどうしてもならざるを得なくて、自分が望むような方向に行くっていうことが難しくなってしまいますので、 じゃあ、そのためにはどうするのっていうのが、まあ、このキャリアステップ、キャリアパスを描いていくっていうことなんですよね。なので、間違ったトレンドとか、専門性とか資格を選んでしまってしまうと、えせっかく努力して、えー、転職をしたりとか、えー、留学をしたりとか、えー、資格を取ったにもかかわらず、えー、なかなか、えー、努力が報われないっていう状況から抜け出せないということになってしまいますので、まあ、そうならないようにです、ね、ぜひ皆さんには気をつけていただきたいなっていうふうに思います。 でえっと、そのためにです、ね、我々っていうのはキャリア戦略ア,アドバイザリーっていうのを用意させていただいていますで。これは私はです、ね、非常にお勧めさせていただいていますで。自分自身、これはお勧めできるのが自分が受けてよかったからなんですね。でえー、受ける前の自分というのが本当に15年間、えっと、銀行に働いていましたけども、まあ、15年間でずっと悩んでいたんですね。まあ、何やりたいのかなって、自分は本当はこれでよかったのかなと、えー、銀行、この先将来不安だなとかですね。 え銀行って50で定年退職になったりするんですけども、その後とのまあキャリアって、80年働くとしたら、80歳まで働くとしたら、20年、30年あれば、自分でどうするんだろう、まあ、そういった不安ばっかりだったんですけども、まあ、この1ヶ月間のです、ねまあ、キャリア戦略アドバイザリーっていう中で、長期ゴールを見出していくんですね。 あるいは長期ゴールに向かったそのためのキャリアパスって何かなっていうのを考えていくっていうコースになるんですね。まあ、それを受けてですね、えー、自分はあこれを目指そうってなってですね、本当に MBA をやってみようって言って MBA の留学コースに、えー、と切り替えていったっていう経緯があります。で、えー、留学、転職したい人もぜひですね、受講していただきたいなっていうふうに思うんですね。まあ、もう転職しようとかですね、もう留学しようって思ってらっしゃる方、それ自体は素晴らしい決断だと思うんですけども、まあ、先ほど申し上げたように、 長期ゴールドを設定しないままですね、留学をしようとしても、なかなか受からないということもありますし、まあ、仮に受かったとしても、えー、間違った方向に行ってしまうとか、望んだ方向に行けないというふうになってしまう可能性があります。転職もしっかり、先ほどお伝えした通りです。なので、ぜひです、ね、この長期ゴールドをまず設定していく、まあ、それに合致した転職を目指していく、それに合致した留学を目指していくということをぜひ考えていただきたいなというふうに思います。 であるいは私のようにですね、目標とかやりたいことがわからないんだよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですね。えその方もぜひお越しくださいで。あるいはなんとなく留学行きたいと思ってるんだよなと、なんとなくこういう転職したいんだよなと思ってます。ただ自信がないんですとか、勇気がな,なかなか、えー、ないんです。一歩が踏み出せないんですっていう方もですねえ、ぜひお越しください。で、事前準備は一切不要なんですね。何か、えっと、業界分析とか企業分析とか自分の 自己、えー、分析とかですね、それを深めてから、えー、来なきゃいけないということではないんですね。えー、その作業というのは一緒にやっていきます。えー、とまずはキックオフということをやらせていただいて、1時間のセッションですね。この中で、えー、深掘りをさせていただいて、えー、あなたのモチベーションってこういうところにあるんじゃないですかとで、そういうモチベーションにつながる仕事ってこういうことじゃないですかということを一生懸命一緒,あの一緒に話させていただきますで。さらにその終わった後ですね、そこからチャットで,ですねやり取りをさせていただいて、納得感を深めていただくということをしていくんですね。 なので自己自、あの事前に何か一生懸命準備して臨んでいただくという必要はないです。まあ、とりあえず臨んでください。で、なかなかやっぱりこれって一人で悩んでても答え出ないですので、自分も15年間ずっと悩んでたんですね。でも結局転職の相談ってなかなか会社の人に相談しづらいじゃないですかで。そういうこともあるので、結構自分で考えてました。で、自分で考えて答えを出すことに意味があるって当時は思ってましたけども、それって間違った結論を ね、自分が答え出したとしても間違ってしまう可能性は高いですし、なかなかそもそも答えが出ないということなので、まあ、一人で悩まずにですね、ぜひ相談していただきたいなというふうに思いますで。これは今であればですね、5万円ぐらいで、えー、提供してますのでですね、非常にあのコストバリューもあるんじゃないかなというふうに考えています。で、トレンド、トレンド、トレンドって言ってましたけども、えー、やっぱりですね、トレンドってみんなが注目するところなので、えー、どんどん集まってきます。 なので、早くその市場に入って果実を得るということが極めて重要になってきますし、二極化が加速というのはいろんなところで言われていると思います。で、これはまあ自然な帰結になると思うんですね。で、今の会社とか、今の職業にとどまって、なかなか成長ができない。まあ、仮にまあ感覚的に1%、まあ、成長、逆に成長してしまうというか、劣化してしまうというふうに考えたとしましょう。そうすると、だんだん下がっていくわけですよね。こっちか。だんだん下がっていくわけですね。 で一方で、えっとこう、長期ゴールに向かって1%でも日々ですね、成長している方であれば、こう、右肩上がりになっていくわけですよね。なので、当然、こう、分かれていくわけなので、二極化っていうのが、まあ、こういったところから出てくるのかなっていうのは、当然な気結かなというふうに思います。で、それっていうのは、やっぱり長期ゴールを持っているのか、トレンドに乗っているのか、えー、成長できるのか、まあ、専門性が身につくのかということをですね、捉えているか否かだと思うんですね。なので、これ、なかなか自分では難しいと思いますので、ぜひですね、 まあ、どなたも、えー、サラリーマンやってらっしゃる方はですね、えー、考えていただきたいなというふうに思いますし、それ以外の方もですね、えーまあ、ぜひ考えていただきたいなというふうに思っています。で、こういう事例がありましたというのを紹介させていただきます。私自身もですね、もう本当にやりたいことがわからない状況の中で、m b を目指そうというふうに思えるようになった、えー、こういう事業界でこういう仕事をしていこうって思えるようになった、でその中で、えーっとまあ、チャレンジをしてスタンフォードに合格できたという実績もあります。 私自身がそれを署名することもできますし私が担当させていただいた方々の中でもこういった事例があるというのをキャリア戦略アドバイザリーの事例として紹介させていただきます。でお一人の方は大学を就職大学卒業して就職したんだけれどもその会社がちょっと合わなくて1ヶ月で退職してしまいましたとでその後もですね少しいろんな国に行ってみたりとかいろんな仕事をしてみたんだと。 してみたんだけれどもなかなかえっとこれだって思える仕事がなくて点々としていましたとでそんな中でキャリアに悩んでどうしたらいいでしょうかという形でえっとお悩みをいただいてキャリア戦略アドバイザリーをスタートしていただきましたなのでスタートしたときは本当に自分がこれまで、えー、なかなか実績というものもなかったし、えー、これから今後どういったことをやりたいかどういったことができるかっていうことがなかなか分からなかったんです。 状況だったんですけども、まあ、生い立ちからですね、含めていろんな話をさせていただいて、まあ、これまでの人生を総括させていただいたような感じですね。まあ、その中で、まあ、あなたのモチベーションの源泉ってこれじゃないですかっていう、生い立ちの原体験みたいなところからですね、えー、やりたいことっていうのが見えてきてですね、今では VC を目指していくんだと、えー、VC になってですね、いろんな人の可能性を最大化するとかですね、えー、夢を実現していくお手伝いをしたいってそういうふうに思ってらっしゃる。 え、思うようになったっていう方がいらっしゃって、その方は、そこからですね、そのために、留学にチャレンジしたいと言って、留学に、今目指していらっしゃるって方もいらっしゃいます。この方なんかは、まあ、それまで結構辛い思いをされてきた、悩みが深かったんだろうと思うんですよね。なので、まあ、あの、まあ、最初のキックオフのセッションの中で、涙を流すような場面もあったというふうに記憶しています。で、二人も、二人目の方も、 えっと、似たような状況で、将来の目標が分からなかったという状況だったんですね。えー、ただ、まあ、この方はずっとスポーツを頑張ってきてらっしゃって、まあ、十何年間もずっとスポーツの世界で身を講じてきたと。で、最後は強豪校みたいなところで、大学もですね、一生懸命やってらっしゃった。で、その中で今の現在の仕事があって、で、将来やりたいことを、ここを最後、 えどうしたらいいのかということが分からなかったんだけれども、まあ、それまでの人生を総括させていただいて、まあ、いろんなお話をさせていただく中で、あなたの目指したいことってこれじゃないですかっていう話で、えー、見つけることができてですね、まあ、このこれまで頑張ってきたこと、現在の仕事、将来のやりたいこと、これが一本の筋で通ってですね、まあ、一つのストーリーとして自分の中で腑に落ちる形でできた。 ということであ、じゃあそれであればもう行きますということで、MBA も即あの頑張りますという形で今、バリバリ頑張っていただいているという方がいらっしゃったりするので、まああの、なので、キャリア戦略アドバイザリーはです、ね、非常にお勧めですあの。自分の方向性を間違わないということもそうですし、自分の方向性を見極めて、自分の、まあ、前向きな、えー、原動力を作っていただくというか、ですね、えー、前向きなエネルギーを持って 持っていただくということができるようになるかなと思いますので、ぜひご検討いただきたいなというふうに思ってます。で、えっと、それは一方で、やりつつもですね、キャリアの無料相談会というのも、えー、開催しようかなというふうに思ってます。えー、留学とかですね転職に興味ある方はどなたでもご参加くださいで。毎週土曜日11時から開催しようかなと思ってます。で、事前の登録制にさせていただいて、えー、登録、このリンクの下でですね、 YouTube のリンクの概要欄の下に入ってますので、そこから登録していただいて、そしたら、ズームのリンクが届きますので、そこから当日入ってください。例えば、今、銀行とかですね、証券とかメディアとかメーカー、あるいはベンチャー企業とかに。 勤めてらっしゃる方で、今後のキャリアに悩んでるとか、留学したいんだよね、退職したいんだよねってお考えの方はですね、ぜひご気軽に参加していただいて、まあ、いろんな質問を投げてください。まあ、その中で私が全力で打ち返しますので、ご質問にお答えさせていただきますので、えー、気軽な気持ちであのご参加いただけたらなというふうに思います。特段、今、なんとなく、あのそこまで真剣に悩んでるわけじゃないんだけれども、なんとなく聞いてみようかなという人でも全然結構ですので、ぜひお越しください。 で、えっと、今ですね、もう海外 MBA とか大学院に、えー、アプライしたいんだと、目指したいんだという方は、留学アドバイザリーっていうのを私がやっています、えー。MBA とかですね、マスターインファイナンスとかマスターインビジネスとか,マス,スとかマスターインビジネスアナリティクスっていうような大学院ですね。これを目指したい方に対しての留学アドバイザリーになっていますで。私自身がスタンフォードを合格しましたし、コロンビアの EMBA とかですね、USCIBA に合格した実績がありますので、まあ、そのノウハウをですね、すべてつ、えー、ぎ込んでですね、アドバイスさせていただきたいな いうふうに思っていますので、えー、留学を実現した方とかですね、スタンフォードとかのトップコーンに行きたいんだという方は、ですねぜひ徹底指導させていただきますので、えー、お申し込みください。で、本日は、えっと、そうですね、えー、楽して稼ぎたいというテーマでお話をさせていただきました。で、まとめると、えっと、自分のやりたいこと、目標に向かっているかということと、トレンドを捉えているかということと、専門性を身につけられるかということですね。これぜひ考えてください。でもし、えー、なかなか、えー、これが実現できそうにないよと。 いうことであれば、留学とか転職を考えていただきたいと思いますし、なかなか自分で考えているんだけども、答えが出ないとかですね、えー、一回相談してみたいんだよねという方は、ぜひ無料相談してください。で今すぐ無料相談で、あるいはまあこういった形で友達になっていただくと、えーとまあ、相談もしやすいかなというふうに思いますので、ご検討ください。えー、本日はどうもありがとうございました。